環境が進むようになります。ところで、イダ天台風といいますと、昭和29年の東山の台風があります。ご覧のように、今度は台風19号も南下してきているんですね。上陸の恐れもあります。十分な警戒が必要ですし、スピードが速いだけに、北日本では早めの対応をお願いしたい。ご覧のように、ひまわりの台風を見ますと、今、パッチリとして衰えておりません。午後8時には、1時間に20キロで北に進んでいます。この台は少しずつ東寄りに向きを変えまして、明日の朝6時には50キロ、半径110キロのコースの円内、明日の夕方の時には下関市の西およそ80キロ、半径260キロの点線の円内にします。伊達の台風で、明後日午後にはもう北海道の北東海上に進む見込みです。ところで、伊達天台風といいますと、昭和29年の遠山の台風があります。ご覧のように、今度の台風19号もこのコースに似ているんですね。上陸の恐れもあります。十分な警戒が必要ですし、スピードが速いだけに、北日本では早めの対応をお願いしていきます。ご覧のように、ひまわりをご覧いただきますと、目もパッチリとして衰えておりません。午後8時には、急にあって、1時間に20キロで北に進んでいます。この台は少しずつ東寄りに向きを変えまして、明日の朝6時には50キロ、半径110キロの点線の円内、明日の夕方6時には下関市の西およそ80キロ、半径260キロの点線の円内にします。伊達の台風で、あさって午後にはもう北海道の北東海上に進む見込みです。ところで、伊達天台風で言いますと、昭和29年の東の台風があります。ご覧のように、今後の台風10年に、
Thank you.